再生回、うん、時間が決まってて15分で決まってるんですよ。15分なんだ、やば。あの15分で編集して15分にはできるんで、うん、でも今の撮れ高的にもう30分ぐらい撮れてるんで、いやもう本当だよね。はい、で、あのサッカーの話は聞きたいんで、うん、30問じゃなくて20問にして、うん、実際あの宇宙の話とか地球の話とかの特集やってもいいですか、うん、え、マジで。はい、マジで。流す感じ。流しますよ。だってさ、言えないようなことだよ、多分。え、そうなんですか。え、だってなんか、うちもさ、こういう場でどんだけのこと言っていいかわからないもん。うち消されちゃうよ。え、どういう感じっすか。え、ねえねえねえ、え、都市伝説とか見ないの。見ないっす。あ、見ないっすね。あ、そう、はい。え、なんかじゃあ一つ言うならば、はい、未来も過去も現在も、もう今、過去が過去、未来が未来じゃなくて、で今が今じゃなくて、もう同時なんだって。意味わかんないでしょ。わかんないっす。だからさ、じゃあ一つ、はい、うちがこれ面白いなっていうか、これめっちゃこうミステリーだなって思うのが、ピラミッドとかってさ、めっちゃ精密でしょ。でさ、昔に作られたんでしょ。それなのになんであんな技術があるかとかって考えたことある？ないっす。ないでしょ。そもそも昔にあんな何ことってできないはずじゃん。ってことはもう過去の時点でそういう技術がもうあって、それがなんつうの、過去に進む未来に行ってると思う。過去に進む未来だからあれですよね、基準値が今とかそういうんじゃないってことですよね。そう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 。だからもうあの時点で多分ね、宇宙人が作ったと思ってるの、うちは。だからもう宇宙人にしたら人間のこの時空がもう一瞬なんだと思うのよ、うん、だから100年とかって言うじゃん。100年って言ったらもうめっちゃ長いんだけど、言ってみたらうちらがセミを見てるようなもんだって。短い。それぐらい。そうそうそう。だし、あの宇宙人と人間のハーフはもういるからね。いるからね。いるんすか。うん、この世にいるから。ヒューメリアンつっているから。マジっすか。うん、宇宙人と人間のハーフの人は。だし、あの上に立ってるような人たちいるじゃん。はい、だから多分宇宙人だと思う。マジっすか。うん、とあと、あと AI も今進んでんの分かる。はいはい、めっちゃ。でなんか言われてんのは、は AI って言ってる。へえ。でもよく見てみて、なんかさ、顔のなんか 目とかなんか言われてみたら AI っぽくない？見たことないっす。うちらはその考えがないんですよ。だから、うんうん、まあそうだよね。自分のこのレベル、自分の知性がもう人間っていうか、うん、もうその今しかないんで、うん、今でしか見てないです、うちは。うんうんうん。ガンさんはもうそういう感覚で見てるから、そういうこうアンテナが張ってるってことですよね。でもどこまでが本当かっていうのもうちも分かんないからさ、あれだけど、今起きてる自分のこととかもさ、なんか自分が現象化させてる全部が出来事だっていう。だからなんか加害そうだなって思ったらさ、なんかいたりするじゃん。うん、そのなんか思いがそういう風にもう何実現化する世の中になってるって言ってる。でも基本的に当たり前のことがあるけど、うん、見えてない人が多いってことじゃないですか。そう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 。なんかそう思ったらあって気づいたり、なんかよく見るなと思ったら、流行ってんのかなって思ったら、その前からあったのに自分が知らなかったけど、まあそうだよね。はい、確かにそういう出来事あるじゃないですか。うん、あれですもんね、表裏一体ですもんね。そうそうそう。すごいじゃん、こっち寄りじゃん。あ、でもそういう話めっちゃ好きなんですよ。あ、そうなんだ。はい。だからなんか、うちも怪我とかめっちゃしたし、だけど結局のところ、なんかなるべくしてなってると思う、ほんと怪我とかって。だからいつもこの怪我したりすると、なんだろう、何のメッセージだろうなとか、まあちょっと思う。一緒。なおこも。うち、怪我で休んだりしたら、うん、軽い怪我だったら、これこのまま続けてたら、大きい怪我したぞっていう注意とか思っちゃうんですよ。うんうんうん。だから、あ、もうちょっとこう入念にストレッチしようとか、うん、もうちょっとこういうとこ意識してトレーニングしようとか思うんですよ。うんうんうん、わかる。でもだからなんかうちさ、そのアスナとさ、そのさ2011年のあのアルガルベ一緒だったじゃん。はい、であの時ってさ、疲労骨折の疑いがあったのよ。はい、そんでそのまま行ったのよ。そんで結局帰ってきて疲労骨折って分かって、でまあそのワールドカップ行けなかったというか、まあチャレンジできなかったじゃん。そんで優勝したからすごい嬉しいんだけど、なんか寂しいような、なんか複雑な気持ちもあったの。だけどなんか
結局のところそのこの疲労骨折のおかげでうちやっぱみなんか見直せたと自分の体を見直すきっかけを与えてもらったと思ったし、すごいもういろんな思いをその時にさせられたけど、だからなんか、まあ、断食とかもして結局手術しないで治ったんだけど、すごい。だからそうだって7本も線入ってたの疲労骨折が。そんなにすね、うん、だからもう手術しなきゃダメだって言われてたんだけど、なんかいろいろ手術してるから保存でいきたいって言って、で先生からももう手術した方がいいって僕からも言わなきゃいけない時期に来てるかもしれないとか言われてたけど、そう断食とか言ってまあそういうのもまあ信じてやって、でまさかのそのまま復帰できて、まあだから体を見直すきっかけを与えてもらったから今もなんか続けられてるのかなって、だってうち本当に二十歳にそのさ骨折れて飛び出てさ切断かもしれないとかさ、そんなのもあったりしたからさ、30までなんて全然やってないと思ったサッカー。すごい。だからでもこれについてはまたやっぱちょっとこう詳しくちょっと脱線。ご覧いただきありがとうございました。会員限定動画が盛りだくさんのワンディー、ぜひご登録